こうちょうど打ち合わせしてるのは今度はまた阿部くん発信原作のものだったりする。これ、うん、そうハイバネっていうあのあるあえアルグリまあそれはまあ未定だけど、まあなんだろう、天使のなり損ないみたいなもののお話です。お話を彼がその同人誌で作ってるストーリーを見てこう、まあ、これいいねっていう感じでこうアニメーションにしてみよう。ただアメコン以外の場合はいろんなケースがあって、もともと原作があるものだったりとか、あとまあ、ディレクターなり企画を立てる人がいて、それをこれをビジネスとしてやったらどうかといったところにこうあの提案を受けて参加する形も。今は逆に、まあ、タブー大好きだからあのタブーってやっぱりね、あの意味のないタブーってやっぱり破壊すべきかなと思う。あの例えば差別されてる人がいる、その差別を気遣ってこう何かを禁止していくっていうのは、あのコミュニケーションをそこでぶった切ってるって僕らは思う。その当事者にとってはすごいナーバスな問題かもしれないけど、本当にそうなのかっていうのを調べないうちにタブーだからって除外する、それはね、あのすごい逆に言ったら寂しいことって印象がある。あの例えば僕のおじいさんは、あのまあ親父もそうなんだけど、原爆広島で原爆の被爆をしてる。その話を聞くと、なんか悲惨って感じに取れるじゃん。でも当の本人は別にね、何も気にしてない。でアメリカ人がこうアメリカ人と話して、いや原爆落とされちゃってさって言うと、やっぱり引くんだよね。でやっぱりすごいシリアスな問題だし、人が死んだりね、あの軽々しい話題じゃないけど、ただ僕らはもうそんなこと気にしてないし、アメリカ人の友人たちと普通にそんなこう戦争のことっていうのはまだ、まあ、終戦50周年しか経ってないけど、もう気にしてもいないし、あの何ら根にも持ってない。でアメリカがしてくれたことでいいこともすごいやっぱり評価もしてるし感謝もしてる。ただなんかそういう土壌で話すときにそういうタブーっていうのは邪魔になってる。だから逆にタブーをやっぱり壊していきたいっていうのはすごいテーマとして僕は思います。自分のその原作で自分が世界を作って、その中でキャラクターを作っていく、場合に関して言えば、そのキャラクターというのはやっぱり自分の分身というニュアンスが非常に、あるので、まあそのキャラクターを作る作業で、逆にその自分の内面について何か気づくことがあったりとか、そのあるね対話のような、ものですね。その架空のキャラクターなんだけど、その自分の一部分を持っている何かその鏡のようなものと対話をしている感じです。で他の人の企画、例えばレインで言えばその、まあ、上田さんの 原案があって、そこからあのキャラクター作りということでしたから、レインに関して言えば、まあ、でも僕の絵のあんま関係ないだろう、うん、なんか限りなくやっぱりレインに関して、レインとかあの年代的には若干離れてるんだけど、すごいやっぱこうあの感覚がこう近い、あの全こうすごい楽なの阿部君とのペア。レインに関して言えばだから僕も逆にその合わせて何か自分の絵なりイメージなりをこうチューニングして調整する必要は全然なくって、単純に自分が描ける一番いいものを描けばそれでレインの世界観にちゃんと収まるようなものだったんで、まあレインに関して言えばそうですね、そのやっぱりそのまあ自分の分身的な何かですね、あの他のものでガチガチに企画もので何かキャラクターのデザインって僕は逆にやってないから、そういうものが来た時には多分もう少し引いたスタンスになると思うんですけど、まあ、今のところやはりそのすごく何かこう独り言的な、ものです。
あ、難しいね。プロデューサーって2つ日本だとこう2種類タイプがあって、こう制作サイドによるこうプロデューサーとビジネスライクに行くプロデューサーがこう日本ってすごいこう2パターンあって、で僕はもう明らかに制作よりこうお金を調達してビジネスプランを立ててより多くこう、まあ、利益をこう上げるっていうプロデューサーもいるし、それはそれでこう仕事としてベストを尽くしてる。ただ僕はそこの才能があまりなくて、やっぱり自分の作りたいものだったりとか、こう作ってて楽しいものだったりとか、やっぱり自分の興味のあることを作り、そのバジェットとかが許すビジネスがこうちゃんと成立する中で作っていきたいっていうスタンスなんで、もちろんこう全てがうまくいくわけじゃないし、失敗することも、ね、こう多々あるんだけど、ただやっぱり、作る以上やっぱりクリエイターとこう本当に、クリエイターの努力が無駄にならないようにベストな状態に持っていくっていうのが僕にとって、まあ、プロデュースワーク、そのビジネスワークの責任は自分一人で負えばいいけど、その作る作業っていうのはみんな の, こう努力を無駄にしないためにこうできるだけその努力が反映される作品にしていくっていうのが僕の役目だと思います。僕は要するにそのアニメーションのセクションに入って、こう正直なんかこうあんまり別になんか作りたいと思う作品があんまりなくて、で俺だったらこういうもの作りたいなっていうので、こう自分でまあそのシナリオっぽいこう原案を書いて、まあ上司とかにこういうのやりたいんですけどつってバンバンバン全然ダメとか言ってこう何回もこうやって、でも懲りずにこう何回も仕事の合間でにこう書いて出して、もうこうまあ途中で飽きられてっていうか、こうもうだったら勝手にやれよっていうような感じだったんで、じゃあ勝手にやりますでスタッフを探して、でこうやります。やっぱりだからその絵が描けないし、自分が原案やるのも初めてだったし、こう本当にできるのかっていうのはすごいあったけど、やっぱり阿部を見つけて絵ができた時にはこういうことをやりたいっていうのはすごい明確になるじゃないですか、絵があることによって。それまでがやっぱり結構ね、関しては、まあ、上田さんの方からのオファーで、アンバランスなこう不安定な左右非対称のデザインの要素を入れたいということで、まあ、いろいろ話し合いの結果こういう形になりました。話し合って決めていくってことですか？この場合は僕は本当にキャラクターの例えばデザインとかこのいうアニメーションに関わる仕事っていうのは本当に初めてで、段取りが全く分からなかったので、とにかく絵をたくさん描いて、近いものを撮ってたのだというか、であのレインちゃんが帽子かぶってたりっていうのも、あれは自分の帽子アニメーションの方なのかな、熊パジャマ、熊パジャマ、そうですね、熊パジャマは僕じゃなくて岸田さんなんです。あれはさっきの岸田君の僕はその予想もしなかったことなんで大変びっくりしました。私すごい好きでした、はい、今でこそ好きって言えるけどな、こう初っ端出た時はなんじゃこらと思った。雰囲気自体はその僕のなんというか非常にそのだからさっきも言いましたけど、その絵柄というのは特にこう合わせる必要はなかったので、僕の描くそのキャラクターのその一番スタンダードな雰囲気なんだと思うんですよ。だからその細かいディテールに関してはあの話し合いがあったり、まあボツになるものがあったりっていうのはありましたけど、まあ、顔の細かいバランスとか目とかのバランスとか、いやちょっとそれは子供すぎるとか、こうそういうの細かいチューニングはあったけど、もともと彼の絵を見て自分がそのストーリーの中でイメージしたこうヒロインと、これよこれこれこれこの絵っていうぐらいのノリだったんで、ああ